トリちゃんです。ケンちゃんです。ユウちゃんです。僕たちの遊び場。短い足を精一杯伸ばしてみたのがこちらです。この特設スタジオがとても寂しいことに気づいてませんか皆さん。初回から気づいてます。気づいてました、はい。この特設スタジオの写真があります。これにいろいろイラストを書き込んで今回にしましょうという。はい。書き始めるよ。はい、じゃあ皆さん書いてください。もうアイデアはね、僕ポンポン出てくるんで。数打ち当たるっていうやつだろ、お前の精神は。んだ？トリちゃんもね、ちょっと多分無言苦手タイプかもしれない。もう大阪人はそうですよね。お大阪人を全員バカにするな。俺結構もう、なんか、一番右のやつ。勘違いけどな。俺の隣のやつも結構やばいけど。師匠が勘違いしてる、俺の隣のやつ。よし、できたよ。来ましたよ。うんでもそうだね、でも俺でも俺たちも考えてるの一緒だよ一緒やろ、はい、でもお前のは理解できない理解、怖い怖いお前そういう夢見ることあるんちゃう俺から言った方が多分良さそうやなそうだねはい、トリコのやつはドーンドーンテーマがありますよねまあ、冷蔵庫ができたりダーツポップコーンポップコーンねで、あとさ、まあ、東京から始まってるからこのフラグあの、旅フラグみたいなのあるやん東京ってそう、フラグ東京って書いてあるんだよ、俺高校って書いてあるんだよ、どんな女の子がいんのかなそのお前ここに高子おったらびっくりしてるやん誰やねん地方ロケがもし行くことがあればねこれが高子高子俺は何俺は今すぐできそうないやもう怖いマジで怖いせいぜいこれねこの俺の画力の問題もしこれ黒板に書いてあったら俺マジ泣くでいや黒板に書いてあったら怖いけどあのハッピーバースデーの時とかにさあるじゃんハッピーバースデーのさ文字のいっぱいそれをこうハッピーバースデーつなげてタラーンとしたら動かすとできちゃうんじゃないかなと思ってセンスのなさが際立つよないやもういやだトリちゃんやっぱ分かってないじゃんだって冷蔵庫なんて今いくらすると思ってでもドンキで3000円ぐらい売ってんねんちっちゃいちっちゃいほらちっちゃいのでいいやんいやそんなもん冷えませんお前バカにしてるのはお前とお前しか冷えないもうポンコツあいかんだからダメー喧嘩しないさあ問題ですよかわいいかぶりっこ野郎ドンなんやプリクラかお前は。俺たちしようっていうかと思っちゃった。お前は今の何分間何しとって？何？自分は黄色の人。うん、いやこれはソファーにクッションとか置いたら可愛いかなと思って。あ黄色いクッションってこと、ね？色がないじゃないですかここ。カラーリングとかね。まあ5分ちょいやってお前書いたのクッションと名前だけや。でも自己紹介あれば分かりやすいかな。それはもう自己紹介の動画がアップされとる。お前は何をしてたんじゃ今まで。はい、ということで編集の力ですぐにできちゃうと思うので皆さんぜひ見てくださいじゃあもう変わるってことでしょはいフリーしようよなんかやりたいやあっトリちゃんの顔をグーってもう極限までアップして戻ったらもうキラキラ編集画面が耐えられんそれは多分ああでも割れるかおいどういうことやねん画面割れる一回結構もうでブラックまで持ってってねブラックまで持ってってねブラックってもうチューしてるじゃねえかでん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 はい、ということでセットが完成しましたイエーイ見てこれほらいや、すごいねどいてどいてどいてちょっと邪魔なんだよすごいわすごいテンション上がるわでも結構トリちゃんの反映されてないこれちょっとあの、お前ずっと背中向きたいあんたが落としたからあの、ダーツ、冷蔵庫、ポップコーン、東京もうほとんどでもただ俺は実物が欲しかったポップコーンを作るやつここにもう俺はあるよってやつあの匂いがねいい匂いして冷蔵庫もここバカって開けたかったいやそれだけ飲みたかっただけじゃんいつかねこれの実物がどんどん増えてきたい俺はお金がねそうこれの 3D 化を目指して今後も頑張っていきたいので皆さんぜひ応援よろしくお願いしますお願いしますさて次回の僕たちの遊び場はおおすごいねトリちゃんプレゼンツ企画ですいろんなキュートリグッズを紹介しちゃうよチャンネル登録&高評価よろしくお願いします立花メルカさん国家試験頑張ってください抹茶さん望月るさん就職活動頑張ってくださいコックベンレーすごいねコックベンレーって自分がすごいだってずっと努力するってことなんだチューしてやろうかお前チュッチュッチュッ